はい。ということで、物理基礎波のまとめ2ということでやって参りましょう。えっ、ー、と、次ですね、横波、縦波のお話から行きましょう。えー、横波っていう風なのは、あのー、もう普段僕らが見ているこういう波のことです。こういう波のことです。はい。なので、非常に簡単ですね。まあ、振動方向だけ確認しておくと、振動がこういう風に上下でバーってシェイクしましたよね。だから、振動方向っていうのは、 えっと、これ振動方向ってしましょうか。で、波の進行方向、振動とはまた別に、進行方向ってのは設けましょう。はい。これ進行方向って何なのかっていうと、まあ僕らが前回までやっていた、波ってのは V メーター毎秒で進んでるんだよって、これのことです。で、実際横波っていうのはこの振動方向と進行方向が垂直になっているよというのが一応横波で、 横波ということになります。垂直とだけ書いておきますね。垂直ということになります。はいで、次縦波のお話です。縦波っていうのは？ちょっと難しいです。あの、疎密波っていう風うに呼ばれていて、あの過疎な部分とそうじゃないところ、過密な部分とっていうので分けていきます。だから一応感覚としては？ んこんな感じなんですよね。うん。今これどうなってるかっていうと、ここが密になってますよね。えーっと、要するに密度が高いよっていう状態になっていると思います。で、逆にこの密に挟まれたこの中間地点。これっていうふうなのは、まあ、素。密の対義語は、まあ、素なんですけど、素になってるよということになるわけです。で、 今これってどうなってるかっていうと、もちろんこれ波っていう風なのは、右にブーって動きますから、進行方向こっちなんですよ。進行方向ね。でも実際、これなんか粗密、まあ、これ縦波ちょっちゅう粗密波ですね。えー、っと、よいしょ。粗密波って呼ばれています。この粗密波が、なんで発生したかっていうのを考えると、実はこの辺からグッ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 ググっていう風に、あの進行方向とす、 水平に進行方向と同じ方向に振動させるんですよ。こういう風にシェイクしてるんですよ。で、こういう風にシェイクしてるもんだから密な部分と素な部分がおのずと生まれてくるって状態なんですね。要するになんかバネみたいな感じなんですよ。でで、なんで、あの、振動方向っていうのは横、横にこうやってシェイクしてるんで、てかそうしないと縦波って発生しないはずなので、もうこれ当たり前なんですけど、進行方向と振動方向っていうのは水平になるわけです。同じ方向ってことね。 はい。で、感覚としてこっちが立てるこっちが横やんっていうふうに思うと思うんですけど、これなんか、なんか知らんけど、もともと英語で日本人が語訳したせいでなんかわけわからんことになってるというふうな話を聞いたんで、しょうがないです。これはもう我慢してください。で、えっ、ー、と、そうですね。じゃあ次のお話に行きましょう。あの、これ縦波なんですけど、結局何書いてるかわかんないじゃないですか。だから、えっと、縦波も実は YX グラフを書くときにこういうふうに横波と同じように書きますでそうするとあ横波と縦波同じもんなんだえどういうことなんですかってなるんですけど縦波の横波表示っていうふうに呼ばれていてちょっと難しいんですけど聞いといてくださいね縦波を横波っぽく表現しましょうっていう方法があります縦波の横波表示縦波の横波表示ですね はい。で、どういうことかっていうと、えー、縦波の横波表示なので、えー、っと、今から書くもの縦波だと思ってください。Y、X グラフですね。で、ちょっとデカめに書きますけど、こういうグラフがあるとします。で、もともと縦波っていう風なのは、倍し、ちょっとしたな。 倍質が、これ、ベーってこう、横に連なってるわけですよね。よいしょ。よいしょ。で、なんで、簡単に言うと、ここと、ここと、ここと、 うん。こんな感じで、あのー、並んでるんですよ。で、この Y なんですけど、あの、振動方向がこうじゃないので、実際に波って上,上に行ったり下に行ったりしないんですよ。なんで、この Y の解釈をこう変えます。えー、定位置からのずれと。定位置からのずれと解釈します。うん。そうすると、 あの、要するに、ここは定位置からずれてませんよって、y イコール0なんで、定位置からのずれ、イコール0なんで、ここはずれてませんよって、そんな感じになるんです。ここもそうね。y イコール0なので、定位置からのずれ、イコール0。定位置からのずれ、イコール0って、そんな感じです。で、逆に、ここにおる、えー、ものに関しては、よいしょ。よいしょ。どうなるかっていうと、 ここって、要するに、ちょっと右にずれてますよって解釈するんですよ。だから、この辺にずれてますよって。定位置からね。で、ここなんかめちゃくちゃずれてますよっていうね。で、ここも割とずれてますよと。で、ここずれてませんよと。で、ここは左にずれてますよ。マイナスにずれてるんで、マイナスにずれてますよと。で、ここめちゃくちゃマイナスにずれてますよと。で、ここも割とマイナスにずれてますよと。 でここ全然ずれてませんよとでここ割と右にずれてますよとでここめちゃくちゃ右にずれてますよとずれてますよと、えー、ず,れずれてませんよとこうするんですでそうするとなんとなしにですよえっ、ー、とここって密じゃないここって密じゃんね逆にここそうですよね誰もいないですよね で、この相密相密っていうのがこれ順番に繰り返されるんで、これ y イコール0のところを追っかけていくと、ここはうですよね。で、えー、ここは密ですよね。っていうふうに分かっていくわけです。まあ、あこんなの順番とか覚えないでください。あの、なんでかっていうと、これ定位値からのずれが y なんで、この辺の倍質っていうのは、えっ、ー、と、プラスの方向にずれるわけですよ。 プラスの方向にずれ。で、逆にこいつはマイナスの方向にずれるんで、当たり前なんですけど、プラスの方向にずれるし、こいつはマイナスの方向にずれるんで、キュッてこうなんかお互い寄っちゃう関係になるじゃないですか。逆にこいつもマイナスの方向にずれで、こいつもプラスの方向にずれなので、ここに関してはピッピッってなるから、お互いが尻溶け合っちゃうって感じになるじゃないですか。だからそうになるに決まってるんですね。 だから、あまり深く覚える必要もないんですが、一つ、えー、面白くない覚え方なんですけど、そ、あの,三の三、三つのみ。三つのみと、その、そうですね。あのこれ、あの、カタカナで書いたときに、みってこれ右下がりじゃないですか。で、そって長い方だけ書いあの見れば、右上がりじゃないですか。だから、ちょうどこれ、カタカナのみのところが三つになっていて、カタカナのそうのところがそになってると。 偶然そういうことが起きてるんで、もうどうしてもわけわかんなくなったらこれ使ってください。なんですけど基本的にプラスの方向にずれる、マイナスの方向にずれる、密になる、マイナスの方向にずれる、プラスの方向にずれる、あ、そうになる。そういうふうにね、捉えておいてくださいね。はい。っことこれが一応縦波の横波表示ということになるんですよ。で、これってのが縦波なので、えー、実際これ横波と同じように解釈できます。で、波っていうのは、波って言ってるからには、 あの、性質、その、性質がもろもろ同じはずなので、横波表示で、これで問題解いちゃって大丈夫です。だから、これ、本当はこれなんだけどなーってあんまり考えずにやってってください。縦波を横波表示するとこれなんで、もう本当にこのままやっていただいて大丈夫と。で、これ YT グラフに直すこともできるし、実際これは、えー、V メーター毎秒、V メーター毎秒で動いてるので、ちょっとだけね、こうやってビーって、ずらしてみても面白いよねと。ずらすこともできる。 ずらせるということもね、押さえておいてください。これが縦波の横波表示と、はい。で、次ですよね。えっ、ー、と波の重ね合わせという話に入っていきたいと思います。波の波の重ね合わせですね。で、えー、これに関しては、えっ、ー、とそうですね。 例えば、こういうパルス波と、こういうパルス波が、これ A とします、これ B とします。こういう風うに歩み寄ってきたとしますね。でそうすると、これ重なる瞬間があるわけですよ、こうやって。で、重なる瞬間で、えー、っと、これ、こっちの長さを YA、こっちの長さを YB とすると、これなんかちょっと高くなるんですよね。で、ビョ,ビョーンって高くなるんですよ。 で、この高くなった合計の y がですね、えー、とこういうふうな関係になりますよと単純にね足し算ということになるわけですでこれが一応波の重ね合わせの原理ということになりますいいですかねまああの足し算になるんだよということで覚えておいてくださいで次ですね自由単反射と固定単反射という話に行きたいと思います 自由単反射。で、自由単反射って何なのかっていうと、あの、簡単に言うと、ここに、あの、反射板があるんですよ。反射板があるんですよ。で、おっと、見えてないね。で、ここに波を、えー、そうですね。ビーってこうやって持ってくるんです。で、そしたら、あの、こっから先って、あの、反射板なので、本当は跳ね返ってくるわけ。だから、ここの波って本当はないんで、一応点線にしておきますね。はい。 で、そしたら、これ反射するっていうことは、これが左右反転するってことでしょだから、まあたいどんな感じになるかな。こんな感じかな。<laughs> こうやって反射するわけ。で、これを自由単反射というふうに言います。まあ、普通の反射のこと。普通の反射のことを自由単反射っていうと思って。で、そしたらこれ実際、これ波の重ね合わせをすると、えー、っと、これ、大体、ね、この辺ちょっと0になって、 でなんかなんかパッと見これほぼゼロほぼゼロみたいな感じになりますね、まあ、でゆ完全にゼロじゃないけど緩やかにゼロっぽくなりますねはいで次固定単反射ですねで何が違うのかっていうとあの端的に言うと上下反転の無ですえー、上下反転の無ねはい上下 反転の有無ということになりますね。でえー、っとこんな感じですか。うん。でそしたら今度えー、っと上下反転なので,で固定単反射っていうのはこれ根本的にはあのここが固定されてるよって意味なんですよ。だからえー、っと もし、これ、自由単反射だったら、えー、っと、ちょっとこれ分かりにくいね。ちょっと一回消していいですかね。自由単反射だったら、なんか、いい感じに書けないかな。あ、こうしようじゃん。こんな感じだったとして、これ、上下反転なんで、こんな感じになるかな。こんな感じになるかな。で、えー、っと、基準が、 この辺だったとしましょうか。で、そうすると、この辺が波の重ね合わせによって足されるんで、こんな感じの波になってるんじゃないかな。うん。つまり、えーと、もともとここにいた倍質っていうのは、上かに移動しちゃってるんですよ。だから、えっ、ー、と、自由端反射って呼ばれるわけ。つまり、ここが、なんか、ん、例えば、例えばさ、こう、綱引きの綱が、ここで固定されていったら、上下にこう、振動できないじゃないですか。だから、こういうのは自由端反射って呼ばないわけ。例えば、これでチューブラリンになってたら、 固定されてるものがないから自由単反射って言うんですね。逆に固定単反射っていうのは一番端っこがこうやってなんかドリルかなんかで固定されちゃってるんですよ。で固定されちゃってるから動かないよと。だからこういう状態がありえないっていうね。自由単反射はあり得る。固定単反射はありえないって。それだけの違いなんですね。何も見えてませんけどね。あいちょっと。ごめんなさいね。黒で書きますね。こういうことがあり得るのは自由単反射。 ありりえなないいのが固定短反射ととうことになりますでだから固定単反射っていうふうなのはちょっともうちょっとちゃんと書きますね固定単反射っていうのはここを基準とするとうんこんなんやったとしたら例えばこれもしこういうふうに反転した場合本当はこの端っこが固定されてるのにもかかわらずここまで移動しちゃうことになりますねでそれっていうのはありえないので 一旦これ、右側のエリアの仮想の波を上下反転してください。上下反転します。で、上下反転してから左右反転するんです。で、そしたらこれ、うまいこと。うん、これうまいこと。あのー、一応、ここと、ここで波の重ね合わせが起きて、 えー、ここで止まるってことになりますね。これ y イコール0って感じになりますね。なんで、あの、これをちょっと暗くします。これを狙ってたわけ。うん。固定単反射っていう風なのは、えー、ここが固定されてるんで、一旦上下反転しないと、あの、動いちゃうんで、では上下反転するんですよってことなんです。いいですかね。はい。ということで、とりあえずここまでがですね、えー、と、波のまとめの2ということになりました。 ということで、物理基礎をやってる方ね、なんとなくここまで分かっていただけたでしょうか。以上です。